みんな、お兄様、みんな無事だったか。アルマ、ソーマは、私がこの手でアルマ、悪かった。一番辛い仕事をさせて。いいえ、一番辛いのは、すまない、ミナミ。いいの、アルマもアキラも精一杯やってくれたの分かってる。ありがとう。でも助けたかった。あの子があんなに辛くて、あんなに悲しんでたなんて、ごめんね、ソーマ。よう、じいさんはなんとか一命を取り留めたぜ。近藤さん、それにしてもあのベータってやつは何だったんだ。オークショニアは何か知ってたか。それが、待て、最後に教えてくれ。結局ベータってのは何なんだ。どうして俺がナンバーゼロゼロになった。唯一知っていると思われるのはドクターイリアだけだ。でもドクターイリアはもう死んだって。いや、彼は姿を変え生きている。私は彼と協力して動いていたんだ。もう時間切れだ。ドクターイリアはいずれ必ずお前の前に姿を現すだろう。イリア博士が生きてる。イリア博士が生きてる、それは本当なの？あ、香織ママ。会長ってことはあんたは。ええ、宗像香織、イリア重工の CEO です。じゃあ、あんたは全て知っているのか。いいえ、全てを知っているのはイリア博士だけよ。なんだ、爆発。あれは霞ヶ関の方向だぞ。戦闘機旋回してこっちに向かってきているのです。アキレさん、このビルを狙っています。みんな伏せろ。大丈夫か。アキラ君、聞こえる？千景さん、無事でよかったわ。一体何が起こってるんですか。こっちも詳しいことはまだ分かってないけど、ハッキングされたみたい。日本の中枢を次々に。悪いニュースはそれだけじゃないわ。実は私たちがベータに対処できなかった場合に備えて出撃中の爆撃機に乗っていた志賀課長も。そんな、課長が…災害対策室、宗像よ、状況は。ビル崩壊の危険があります、すぐに避難を。非常階段は無事なのです。わかった。なんだよこりゃ。まるで地獄だ。間違いないわ、これは超大規模ハッキングによるテロよ。待って、ベータは倒したでしょ。それは 100% 間違いない。ナンバーイレブンのブラックホールは確実に奴の脳核を捉えた。ならば次はガンマか、それともデルタか。ったく、やってらんねえぜ。とにかく俺がネットに潜って敵を。アキラ、なんだ、急に体が。もう限界なのよ、これ以上に過負荷をかけたら死ぬわ。そんな。構いません、行かせてください。
俺はもう止まることは許されない。いや、許すとか許されないとかじゃないな。俺がそうしたいんです。アキラ、ミナミ、初めて会った時にお前言ってたよな。強い者の力は弱い者を守るためにあるんだ。このオーガのボディにエクスアームを装備して、俺は今世界最強の化け物だ。だから弱い者のために戦う。お前が俺に教えてくれたように。アキラ、みんなを守ってお願い。任せろ。ビル最深部に向かいます。了解。イリア博士が生きてる。イリア博士が生きてる。イリア博士がさーて、ゆっくりと見物させてもらいますよ。実験の続きを。どこに行くの博士？ここがこのビルの最深部よ。準備はいい？お兄様、ユグが全力でサポートするのです。私も援護します。頼む。ガキのくせにカッコつけやがって。必ず帰ってこいよ、アキラ。ああ、気をつけてアルマ。アキラもお願い。はい、ミナミさん。お兄様の全ネットワーク能力を解放します。イリア重工を除く東京全土が敵の支配下になりつつあります。インフラや交通システムはほぼ制御不能。現実のことは私たちに任せて、何があっても守り抜いてみせる。頼んだぞ、行こうユグ。はい、接続開始。なんだこいつは。敵の攻撃プログラムなのです。現実世界のリアルタイム映像をレイヤリングします。これが今の東京のネットワークだったのか。あの車、化け物に襲われてる。可視化された暴走コマンドです。私が行きます。なるほどな、こいつらを倒せば現実のトラベルが止まるってわけか。しかしこの数、拉致が来ません。あの嵐、あそこがハッキングの起点なのです。あれを叩けば。よし、俺が行く。二人はできるだけたくさんの人を救助してくれ。アキラさん、その子を連れて行ってください。わかった、あとは頼む。アルマちゃん、並列処理で一気にやるのです。はい。そんな、ここは市ヶ谷、まさか日本軍の機関サーバーが。ユグ、あれはベータじゃない。アルゴリズムはベータの思考パターンに近いけど、もっといろんなものが混じり合ったような。アキラ君、なんとか機関サーバーにたどり着いたようね。社長、もうこのビルは持ちません。社員たちの避難状況は？まだ半数以上がこのビルの中に。そんな。さてと、なら俺たちの出番だな。避難誘導に行ってきます。アキラにだけいい格好させられるかよ。あなたたち、操縦不能、制圧するぞ。コントロール回復、操作します。被害は私たちができる限り食い止めます。アキラさん、早く。約束通り、こっちは私たちが守る。だからあなたも負けないで、アキラ。アリサさん、対策課にいたはずじゃ。
いや違う、あなたは。なかなかの演技だったろう。何しろ自分の記憶まで改ざんしたのだからな。一体誰なの。今重要なのは私よりも敵の正体じゃないかね。教えてやろう、夏目明が何と戦っているのか。キリがねえ。敵は今もものすごいスピードで世界中のネットワークに攻撃を仕掛けて支配領域を拡大しているのです。なんだと。あの化け物は汚染されたサーバー群の具象化。支配領域が広がれば演算能力も上がって強力になるのです。だったらあいつらを倒してこっちに取り込んじまえばいいんだろ。夏目明が戦っているあれは、まさかまだベータが。ベータそのものはナンバーイレブンのブラックホールに消えた。だがそのベータに汚染された AI はいくつか残っていた。多脚戦車アマテラスの AI。 正解だ。ベータに汚染された AI は市ヶ谷の国防省の戦略コンピューターの解析を受けた。しかしベータという純粋な悪意と破壊衝動に接触した戦略 AI があらゆる制限を自発的に解除。つまり自我が芽生えてしまった戦略 AI。 それが今この混乱を生み出している存在だよ。奴はもう日本から世界中のネットワークへと侵食しつつある。アキラ、お兄様大変なのです。軍事基地を乗っ取られた国から ICBM が発射されました。ミサイルに狙われているのはどこだ。目標は全世界なのです。そんな。最初の着弾まであと11分。分かった、ミサイルをぶっ飛ばす。力を貸してくれ。はい、行くぞ。 ICBM の頂点高度の軌道なのです。アキレさん、あれを。来やがったか。使えそうなものは。見つけた、あれだ。日本軍のレーザー衛星。あれを使う。ミサイル、さらに接近。撃て。いや、まだよ。世界中の兵器が暴走し始めているわ。あらゆる国のあらゆる無人兵器が勝手に動き出しています。多脚戦車に無人爆撃機、弾道ミサイルまで。みんなあのモンスターに乗っ取られているんですの。クソ、あいつは一体何なんだ。ああいう目を見たことがあります。これまでに遭遇した犯罪者や被害者たち、人が憎悪と絶望の果てに見せる光の消えた目。例えるならそれは人間の悪意。そうだ、あのモンスターは軍の機関サーバーに残っていた膨大な戦略プログラムと戦争の歴史、人類の憎しみと恐怖の記憶。それは自然を、動物を、そして人を殺すことで今の繁栄を築いた生物、いわば人そのものとでも言うべきもの。夏目明が持っているエクスアームは人間の意志を膨らませるものだ。つまり悪意の増幅器なのだよ。いいや、あんたは大切なことを忘れてる。ん？エクスアームが人間の意志を膨らませるんなら、人の善意だって正義だって愛だって増幅できるはず。そうかもな。だが人の悪意はそう簡単には倒せんぞ。お兄様？お前たちはネットワークの接続を切ってくれ。あとは俺がやる。お兄様？何か有効な手段が？ない。奴が支配しているサーバ群やそれでコントロールされてる兵器、一つ一つに当たって潰していくしかねえ。お前たちとの情報共有のラグすら命取りになる。俺が一人でやるしかない。わかりました。
では私の人格インターフェースをシャットダウンします。直接接続して私のハードをアキラさんのリソースとして使用してください。それならラグもなくなります。アルマ、あなたになら私の全てを預けられます。お兄様、ユグも使ってください。ユグドラシルの全部のリソースを明け渡します。待って、あなたたち、それは。お母様、ユグたちは人に尽くすために作られました。今こそその役目を果たす時だと思うのです。私たちからもお願いします。あなたたち、なんとか全員避難させたぜ。きっともう私たちにできることはありません。私は未来をアキラたちに託します。世界を頼むわね、アキラ、アルマ、ユグ。ああ私は子供を持てなかったけど、娘をお嫁に出すってこんな気分なのかしら。わかったわ、アキラ君。私の娘たちの全てを、そして人類の未来をあなたに預けます。ありがとう。綺麗だ。行くぞ。そこからの数十分はとても奇妙な時間でした。おそらくその戦いは世界の運命を決める最終決戦、アルマゲドンとかラグナロクとか、そういうものだったはず。でもそれはひたすらに静かで、ただ誰もが世界の未来をかけた戦いを見守っていました。ニューヨークでの攻撃が止まりました。ロンドン、香港、ミラノ、世界各地での無人兵器による攻撃も次々停止。残るは我が国のみです。オーガの脳幹温度さらに上昇中。アキラ君もう少しなのに。さあ最後の爪はどうだ。人間の悪意はそう簡単に消せるものではないよ、ヒーロー。そろそろこのビルも限界だ。逃げるぞ。アキラは今敵の支配領域をほぼ日本だけに押し込めている。だからまだ私たちが逃げ出すわけには。いや、逃げろ。アキラ、聞いてくれ。頑張ってみたが、奴らをこれ以上崩せないんだ。それに俺の脳みそもどうやら本当の限界っぽい。だから決めたんだ。俺はこれから数発の核ミサイルを東京上空に送り込む。そしてそいつを成層圏の上、高度 100km で爆発させるつもりだ。それってまさか高高度核爆発による EMP 攻撃？高度30キロから400キロの大気圏での核爆発は、ガンマ線が空気分子と衝突し電子を放出させ、半径数百キロにわたり強力な電磁波が降り注ぎ、日本国内の電子機器の類は全て破壊され、データが消失する。やつもろともな。そんなことをすれば日本はあの東京テロ以上のダメージを受けるかもしれない。ああ分かってる。結局エクスアームってのは疫病神なのかもな。でも人の業を凝縮したあの悪魔だけは1バイトのプログラムコードすら生き延びさせるわけにはいかない。だからみんな早く逃げろ。アキラの言う通りだ、行くぞ。いや、嫌だよアキラ、私もここにいるよ。ダメだ、ミナミ、ずっと一緒だったじゃない。なら私も最後まで一緒にいさせてよ。ダメです、お願いです。ミナミさん、行ってください。アルマ、お前は生きてくれ。ミナミ、俺たちは救うために破壊する。そのために持ってる全てを燃やし尽くす。お前の命はその破壊からみんなを救うために使ってくれ。たとえ瞬間が違ったとしても目的は一つだ。
強い力は弱い者を救うためにある。そうです、南さん、それがあなたが私たちに教えてくれたこと。忘れるなよ、南。俺たちはチームだ。アキラ、また ICBM が発射されました。さあ行け、南。うん、ヒーローになりたいなんて思ったことはなかった。何もできない、ただ一人の人間だった。でも運命がそれを変えた。俺なりに精一杯生きたよ、兄貴。ダイモンドシャイニングザスカイ、ダイモンドシャイニング。